ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ葛飾より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がロールスロイスカリラン2018年式16000キロ、こちらの車両になります。すごいのがやってまいりましたそうですね。そしてですね、はい、車両紹介初、初カリランなんですよ、はい、カスタム紹介では何とかご紹介させていただいてるんですけど、ね、はい、商品車の紹介初ということ で、はい、で多分紹介しきれないと思うんでおおよそふわふわっとにはなってしまうと思うんですけれども、はい、できるだけ詳しくご紹介したいと思います、はい、でまず今回色がいいじゃないですか、はい、そうですね、はい、これがなんかペトラゴールドっていうです、ね、ちょっとあんまり見ない色。いやもう珍しいです。あの、はい、僕自身もいろいろカリナンご紹介させていただいたりとか、はい、まあ、お客様の車を見させていただいたりもしたんですけど、はい、ちょっと初めて見る色です、はい、で商品車で初めて、もう街でも見たことない色なんですけど、これ色いいっすね。いいです、いいです。ゴールドっぽさもありつつ、ちょっとなんか見方によってはピンクっぽくも見えたり。そうですね、ピンクゴールドに近い色で、まあギラギラ感が抑えているので、逆にやらしくなくてちょっとラグジュアリー感が。確かにラグジュアリーな感じすごいっすね。人気で言うとやっぱり黒が、まあ圧倒的に、圧倒的台数は多いですよね。まああと白だったり、はい、僕思うんですけど、はい、あのどっちにしても目立つじゃないですか。目立ちますであればもういっそのことも色で遊んでもらったりだとか、はい、まあ、ちょっと目立つ色、そうですね、で、まあ、優雅に乗っていただくのがいいんじゃないかなと、まあ、これ絶対あの実写見た方がいいですよね。はい、そうですね、現物見ていただいて、あの写真だったりだとか、あの、はい、映像なんかだとあの質感ちょっと違って見えるので、はい、ぜひ気になる方は実写見ていただきたい。そんなボディカラーになっております、はい、そしてあとはカリナンというとこの大きさ問題じゃないですか、はい、そうですね、はい、これなかなかこう他のと比べる車がないんですよ。ないですね。で今回僕、はい、あえて比べてみたんですけど、はい、まずこのカリナンの寸法が5341、全長長いですね。全幅の方が2メーターちょうどということですね。で前後の方が1835ということで、はい、藤本君の身長くらい、高いです、ちょっと高いです。で他の車、はい、どの辺と近いのかなと思ったら、あの GLS なんかより全然長い。長いですね。 GLS が5200なんで、はい、まあ、さらに15センチぐらい長い。長いです。でもちろん X7 なんかよりも全然長いし、はい、ランクルのベースの LX なんかよりもさらにどんさらにもう一回りぐらい長い、はい、じゃあ どの辺と近いんだっていうと、アメ車で言ったらエスカレードとか、はい、だと去年出たベンテガのロングとか、はい、あの辺が5400とか5300とかなんで、まあ、その辺の車格、はい、大きさに近しいのかなと、はい、なんで結構その駐車環境だったりとか、まあ、使用環境に関しては結構選ぶのかなっていう。選びますけど、ただまあ幅が2メートルっていうところは使いやすいのかなと思いますね、まあ、あとはドライバーズカーでもあり、そうですね、あの、はい、後ろに乗る車でもあると思いますので、はい、まあ、用途がかなり絞られてくるとは思うんですけども、はい、ちょっとこの大きさは結構インパクトあるから、はい、あります、ね、そしてあとは細かいところはいいですかねご覧くださいって感じです。見ての通り、まあ、快適装備だったりだとか、はい、ウォークオプションなんかはもうほぼ全部ついてます、はい、ヘッドライトも選択の仕様がないですし、はい、まあ、あとはこの辺がゴールドのものがあったり黒のものがあったり、クリスタルですね、まあ、そういう感じになってくると思うんですけど、はい、まあ、こんな感じのスタンダードな仕様になってます、はい、そして足元を早速行っていいですか。はい、お願いします。今回足元の方がこの7本スポークの22インチ22ですね、はいはい、でちょっとスモークがかかってるんですかね。そうですね、入ってます。こちらのホイールが装着されております、はい、そしておなじみのフローティングタイプのセンターキャップと、であと今回お車が、2018年式ということで、はい、正直少し年数がちょっとそうですね経ってるということで、はい、タイヤそんなに減ってはないんですけど、はい、少しコンパウンドが硬くなってるかなっていう気はします、はい、まあ、車が車なんで、まあ、気になる方がいらっしゃればもちろん、まあ、交換なんか、はい、まあ、あとボンドグループ足元をごっそり変えるなんていうのも、ね、はい、まあ、結構マンソリーなんかでホイールだけっていうのも定番ですから、そうですね、まあ、そういったことをしていただいてもいいのかな、はい、あとメカニズム的なところでいくと、はい、これブレーキがでかいんですよ、ね、大きいですね。ローターも大きいですからね。でこれローターがなんと395倍ということで、はい、あのグループ最大級のローターでございます、はい、で他なんか流用とかするじゃないですか、はい、ワーゲン系だったらこういろんなワーゲンの車のとか、ね、で BMW なん で、ね、まあ、BMW の何かと流用してるのかなと思ったら、はい、ほぼ流用してないんですね。そうですね、あの、はい、唯一ファントムと7のロングがこの395倍っていうブレーキのローター使ってるんですよ、はい、だもう車格もそうだ、車重ももう3トン近いんですよね。そうですね、2700か2800ぐらいあるんで、はい、もう最大級のブレーキ入ってる、はい、でキャリパーもこれあのペイントこそされてますけども、はい、グループ最大級の最大級、はい、この大きいキャリパーがついていると、はい、そしてあとは足回りは当然エアサスペンションですし、
あとは電動のスタビライザーなんかも入っているということで、はい、姿勢制御なんかも完璧にやってくる、はい、でエアサスのところでいくと、はい、今回一番これが下げてある状態です、はい、でこれがあのモードなんかによって最大40ミリぐらい40ミリですね上げることができるという、はい、こんな感じの足回りになっております、はい、そしてあとはコーチラインがはい、この2本のそうですねダブルコーチラインですねちょっとこれクリーム色っぽいんですかねちょっとそうですね白ではないです真っ白白ではないですよね、はい、このコーチラインが2本後ろまでビッと入ってる、はい、いいですね高級感がいい、ねはい、そしておなじみの観音開きのドアということで、はい、これいろんなのレビューとか、はい、あのプレスリリースみたいなのを読みましたけど、はい、これ出た当時のやつも見ましたけど、はい、やっぱりこう開かないとロールスじゃないでしょうということで、はい、定番のこちらのドアですけどこれはこの後内装でご紹介させていただきたいと思います、はい、そしてあと後ろのタイホイールに関してもこちらのタイプ そしてローターが実はリアの方が微妙にでかいって知ってましたあ知らなかったですこれ実はですね、3ミリだけリアローターがでかいんですよ、398π ということ で、はい、でリアは結構あのいろんな車種流用みたいでファントムとか7シリーズもそうなんですけど他にも X7 とかあと8シリーズなんかにも流用されているローターということです、はい、だからこれだけでかいの必要ですよねまあ重さが重さなので必要だと思いますねそしてフロント同様リアも電動のスタビライザーが入っているのと、はい、4WS が国内仕様全部標準ですかね、はい、ですかねはいということで 4WS もついてるんで、はい、今回意外に小回り効くどのぐらいの小回りなのか、はい、やっぱりこのサイズのボディですから、はい、その辺気になる方もいらっしゃると思いますの、ね、でちょっと小回りどのぐらいでいけるのかちょっと乗ってみたいと思います、はい、そしてあと 4WS これ覗いて気づいたんですけど、はい、これ前が切れるタイプじゃないんですねそうですね、はい、後ろが切れるんですねはい結構あのワーゲン系の 4WS なんかだとこの前側にこう機構がついててこっちの前側がググって入ったり外出たりっていう車が多いんですけどこの BMW 系の 4WS って後ろのここが出たり入ったりするんですなんでちょっとこの辺が多分キャラクターが違ってくると思いますのでこの辺も乗ってみたいと思います、はい、そしてあともう一個いいですか、はい、今回脱線しますよ、はい、これ初めて開けました私、はい、ご覧ください、はいなんと給油口もこれロールスになってるそうですそうですそう、はい、これはでこれしかも開けてびっくりしたのがこれこういういろんなメーカーというか、はい、車種専用のキャップついてる車ってあるじゃないですかありますね、はい、これ金属なんですねあちゃんとそうですね金属です、ね、あのプラスチックのカバーとかじゃなくて、はい、リアル金属というそうですそうですあちょっとこれだけパーツで注文してうちの BMW につけちゃいたいぐらいの高級感ですけどこの辺なんかも、はいまあ、絶対自分じゃ入れないんだろうなっていう感じしますけど、はい、こんな感じの傾向になってるとそして後ろもこんな感じで、はいなんか全体的なデザインとしてはファントムを割と踏襲してる、はい、あそうですねみたいですよ ね、 そして車格的にもゴーストの上、はいはい、ファントムの下っていうちょうどその中間を埋める車になってくるということ で、ねはいまあ、この辺のデザインなんかも割とその辺のモデルに似せたというか衣装になってきてると、はい、であとワイパーなんかも意外についてるんですね、まあ、そうですね隠れるように、まあ、イル車になるので上についてることが多いですけどあんまり気にしたことがなかったんですけど、はい、意外にリアワイパーなんかもついてるということで、はい、こんな感じのエクステリアになっています続いて内装見てみたいと思います、はい、でドアが重たい重たいですね重たいんですけど、はい、すごい重いものをこうなんていうんですか簡単に動かしてる感そうですねだからこうすごく力がいる感じではないんですけどすごい重たい重厚などを、はい、そして開けてここで閉めるのもできるんですよねそうですねボタン一つで、はい、ということで開けるのは手動なんですけど閉めるのは自動ということでそして内装ご覧ください、はい、内装もこれめっちゃおしゃれじゃないですかいいですね外装とやっぱり合ってますね確かに、はい、これで内装真っ黒黒だったりするとちょっとあれって感じしなくもないと思うんですけど、はい、内装と外装がすごいマッチしてるということ で、 す、ね、で今回内装はこれカモシン、はい、ベージュ系のこれとあとグレーソーホワイト、はい、あ違う、ねはい、シーシェルの、はい白のコンビの内装ということ で、はい、でこのパターンもめちゃくちゃいろいろあるんですよねあります決めきれないぐらいありますねあのコンフィグでもちょっと迷っちゃうぐらいたくさんあるということで、はい、本当にご覧くださいっていう感じの内装ですけども、はい、そしてこのレザーの他にも、はい、ウッドが今回まあおしゃれということで入ってますねでこれがしかもウッドがこう中央に寄ってくそうですね、はい、ウッドがついてるということで、はい、これがなんか55度、うん、でこう、はい、中央に寄るなんかあの船とかなんかそういうのに、はい使われてそうなすごいおしゃれなウッド、はい、こちらの内装になっております、はい、じゃあ続いて乗ってみたいと思います、はい、結構ここ段差がないん で、 そうです、ね、あの乗りやすい意外と乗りやすいですよね確かに、はい、そして
もう最高シートは、はい、でかい。でかいです。あの厚みも半端ない気がするんですけど。ありますね。そうですね。そしてこの沈み込みも超ゆったり、はい、そして調整に関しては事細かに調整できます。さすがにポルシェのあの18ウェイ、はい、あそこまでじゃないですけど、まあまあ、もうスタンダードの調整は全部できる感じだと。 そしてシートの快適装備の、はい、シートヒーター、ベンチレーションなんかも全部ついているということで、はい、こっちマッサージですね、はいはい、そしてメモリも当然ついてて、こっちの中央の方にはシートヒーター、ベンチレーション、はい、そしてステアリングヒーターもありますね。だからもう簡単に説明すると、はい、あの全部ついてます。ついてます、はい、ということで、これないのっていうのは大体快適装備でないということで。そしてステアリングこんな感じで、あ、ステアリングは逆に、はい、あの明るい色じゃなくて良かったです。そう、 そうですね、閉まって見えますしね。パネルと合ってますよね。確かに、はい、やっぱりここ明るい色持ってきちゃうと反射するし、はい、あとステアリング結構汚れ目立つじゃないですか。目立ちますね。ということでステアリングは真っ黒黒なんで、はい、ちょっとこのクラシックな感じもありつつのこのステアリング、ね、ウッドめっちゃいい。いいですよね。そしてウッドこれ全部オープンフィニッシュなんですね。はい、あのクリアで閉じてないというか、はい、樹脂でコーティングしてない、そうです、このちょっと溝とかも残ってる、はい、こっちのウッドになってくると素材感、はいはい、そしてこの辺なんかも全部フルメッキで、はい、もう全部レザーここもレザーだし、そうです、あ、そして皆さんご存知ドアの閉めるボタンもちゃんと、はい、ここにもついております。そしてメーターはこんな感じで、はい、これアナログ風デジタルですよね。そうですね、デジタルです、はい、この辺が、はい、そして今回の車はレーダー探知機もはい、ここについているということで、はい、感じになっております。はい、そしてこの辺はいいですかね、ちょっと軽く飛ばした感じで。そうですね、はい、はい、あのちょっと BMW を感じる、はいはい、こちらのタイプのナビ、ナビ。そして今回は地デジなんかも、こちらはついてますね、はいはい、そしてこの辺、エアコン周りは一応こんな感じで、一応4ゾーン、ね、はい、ただここ上下でできるんですよね、はい、で4ゾーンが正しいのかどうか分からないですけど、はい、一応もう一番ベストなエアコンになっております、はい、そしてあとはポイントとしてはもうサンルーフ、はいはい、仮なんで SUV になるのであえてここ、サンルーフで、選ばれる方も多いですね。あ、そうなんだ、はい、で、まあ、カーズ目線で話すと開けた時なんですけどこれが中に入り込むようになっているので、まあ、外の見た目がいいので、あ、上に張り出さないので。なるほど、はい、こう中に入る。そうか、はい、こうならないんだね。ならないですね。一般的には外に出ちゃうので風切り音とかそういったところも気になってくるんですけど。じゃあとりあえずあのスターライトとかシューティングスターヘッドライトなんかついてないなって、はい、ちょっと残念に思った方謝ってくださいって感じですね、はい、サンルーフ実はかなり凍ってていいんですよということ で、ね、はい、であとはもう全部レザーなのね。あ、そうですね。天井もこのパンチングのレザーだし、はい、この僕がいつもぐちぐち言うサンバイサーも全部レザーでございます、はいはい、でピラーとかだからレザーじゃないとこがない。ないですね、全部ダッシュもこの辺も全部、はい、全部レザー。そうですね、はい、ここもだからね。そうですね、すごいよね、はい、これ牛何頭分使ってるんですかっていう、ね、はい、そのぐらいのレザーの具合です、はい、そしてウッドいいな、ドリンクホルダーと、はい、でこの辺も全部メッキだもんね。入ってますね、ちゃんと高級感が、はい、そしてここはちょっと小物入れ。そうですね、はいはい、そしてあとはモード切り替え、あ、オフロードモードか、はい、あとヒルディセントなんかもついてる。そうですね、なんか資料に書いてあったんですけど、はい、割と若者ターゲットにしてる車ということで、はい、そうですね、だからこの定番の脱定番のその高級車、はい、でやっぱりこういろんなオフロードだったりとか、そうですね、まあ、ちょっとそういうところにも遊びに行けるような、はい、そういうコンセプトの車ということで、そういった機能もちゃんとついてるということ、はい、そしてアームレストの中はこんな感じで、はい、だって全部これこのなんていうのモケモケのやつになってるもんねなってますね、ちゃんと。そしてシガーとあと USB のタイプ C が2系統で、はい、C ですね、はい、ここら辺も今ですよね、2系統ついてるということで、はい、この辺なんかもだってさ、この裏も全部そうですね、はい、なっております。はい、そしてドライブレコーダーも今回の車ついていますということで、非常になんか、はい、あのドライバーズカードとしても使われている方おそらく多いと思うんですけど、多いですね、本当になんか乗りやすそうな、はい、そして割とスクエアのボディなんで、はい、こう視認性も良くっていいですよね、こうちゃんと落ちて、はい、ボンネットが落ちているので見通しもいいですし、であのスピリットオブエクスタシーついてるんで、はい、この距離感が先端も分かりやすいんで、割とこう乗らされてる感というか、はい、運転しづらそうな感じはあんまりしないです、はいはい、こんな感じの内装になっております、はい、じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います、はい、後ろもこれ同様に引いてもらえば開いて閉めることもできると。そして
傘チェックいきますか。傘チェックいきましょう、はいはい、傘はもちろん両側についているということ で、 そうです、ね、ポチッ。これ傘はスタンダードなやつですね。です。あとはまあ色があの黒以外にもあったりするので、今回なんかグリップとかも全部選べるんだよ、ね、はい、選べます、ね、ということで今回のはスタンダードなタイプになってます、はい、あと注意するべきはこれちゃんと閉まっとかないと、そうです、こうドアに激突するということで、はい、ちゃんと閉まってから、はい、ドアを閉めましょうということです、はい、そして後ろの席、最高です、はい、最高です。藤本会長乗っていただいてもいいですか、はい、失礼します。そうですね、じゃあまず藤本君の寸法からお願いします。じゃあ180センチ、はい、座高90ぐらいですかね。いやいや、もう大柄ですけれども、本当ゆったり、もう申し分ないぐらいですね。そして今回4人乗りということで、4人乗り、はい、4シーターになりますんで、こういった、はい、なんか聞いたら4人乗り5人乗りなんか特にどっちが人気とかっていうのもなく、はい、そう、使い勝手ですね。お客様の用途で割と分かれる感じが多いかなと、はい、そうですね、はい、ただ4人乗りになると、はい、まあ、もちろんその分かれてますし、はい、冷蔵庫とかが標準装備でそうですね、入ってきます、ついてくるということで、はい、そこじゃあ開けちゃいましょうか。開けます。この二重の蓋になってる感じですかね。はい、二重の蓋ですね、はい、そして冷蔵庫がついてくる、はいはい、でグラスは今回はちょっとないんだ。あ、ないんだ、はい、じゃあ言ってもらえば別途用意しますということ で、 ね、はい、はい、ちょっと金額も金額なんですけど、はい、ということでこんな感じになってます、はい、そして調整もシート細かくできるんですよね。そうですね、はい、もうこちらがあのフロントと大差ない、はい、ということであの前後もできるし、できます、ね、リクライニングもできるし、はい、ヘッドレストの上下に至っても、はい、できます、ね、はい、電動で全部できると、はい、できます。そして快適装備もフロントと大差ないないです。はい、こちらですね、はい、なんとシートヒーター、ベンチレーション、ベンチレーションついてます。もうここまで当然ですよね。もうそうですね、後ろ乗る方メインになってくるので、はい、当然のオプションはついてますね。そして今回さらに、はい、さらにこちらですね、テーブルと、テーブルとこれオプションなんですよね。はい、オプションですね。テーブルだけと、あとはモニターも、はい、別々のオプションということで、はい、しかもそのテーブルもウッドじゃないですか。そうなんですよ。しかも中央によってそのデザインの、はい、怖くて何も置けません。はい、そしてそれが電動なんで、はい、もう一回ボタンポチッと押せばしまうこともできるんですよね。もちろんです。はい、こちらでしまうこともですね、人間がダメになります。はい、そしてそのテーブルを出しても出さなくても反対側のボタンを押すと、はい、そうですね、こっち側でそれぞれボタンありますので、こっちの電源ボタンで、テーブルが出てモニターが出てくると、はい、稼働します。そしてアームレストのここを開くと、はい、そうですね、コントローラーも出てくるということで、はい、あります。ね、前乗っても後ろ乗ってもね、快適さが変わらない、はい、変わらないですね。はい、そしてその膝のそのクリアランス、はい、そうですね、まあ、今テーブル出てますけど、はい、テーブルしまえばもう余裕で足組めるぐらい。あとはあの座面の高さがあるので、乗った時にこう腹部に圧がかからないというか。あ、なるほど。座面が低いとこうグッとなってしまうので、こう苦しくなっちゃったりするんですよね。なのでこの座面の高さっていうのも結構こう高いっていうのがポイントになってきます。実際見た目以上に座ってみると、はい、多分印象がかなり違うかなと、はい、はい、あとはもう後ろ乗る人が見やすい、ここの窓も、はい、広いので。あ、そういった確かに圧迫感ない。そうなんですよ、はい、どうしてもここ、こんな大きいところっていうのは他の車種比べてもないので。で、その周辺も全部レザーですから。そうですね、質感は、うん、そしてマットも信じられないぐらいふかふかですからね、はい、もう寝れます、ね、はい、自分家の布団よりふかふかです。信じられないぐらいの厚みのマットということで、はい、でフロントのシート の、 そのレールも全部カバーがついてて、そうですね、フルメッキになっているということで、はい、隙がないというわけでこんな感じの内装になっております。はい、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います。はい、トランクはこの当然 の、 この上下で開くタイプということ で、 で、ね、フル電動でございます、はい、そして当然この下側も電動で、当然こう押せば閉まることもできる。上を押すと同時に閉まるんですよね。同時に閉まります、はい、この辺はもう説明するまでもないと思います、はい、そしてトランク割とこう思ったよりは容量がない、容量がない、はい、ゴルフバッグこう縦は無理ですもんね。そうですね、横積みで、横積みでここが掘れてます。でなおかつこのくぼんでるところを利用していただくような感じになるんじゃないかな、はい、ただあの全部カーペットなので。そうですね、あのしかも毛足の割と長い、はい、この辺なんかも全部質感はいいですよね、はい、で他も全部レザーということで、はい、このトノカバーもレザー、レザーですね。で
でこの上もだもんね。そうですね。でさすがにここはプラスチックですけど、はい、この上側も全部レザーということになってます。でこの蓋側になるこっち側も全部レザー、はい、そうですね。ですね、怖いそしてさらにびっくりなのがここなんですよね、はい、そうですね、フォーシーターですので、はい、あ、これフォーシーターになるとガラスがつくの。そうです。あ、そうなんだ、はい、ちゃんとキャビンスペースとトランクスペースがこのガラスで隔てられてると、はい、なんでゴルフバッグとか入れていただいてもガチャガチャ鳴っても向こうに音も聞こえない。聞こえづらいですね。あ、なるほど、はい、そういう特徴があるのと、あとはそうですね、あの5人乗りになってくる と、シートが倒せるというか前に行くので、まあ、大きい荷物を乗せたいっていうので、そこでこう使い勝手が確かに変わってきますね。だ、人が乗るんだったら4人乗りはかなり、はい、そうですね、優雅に移動できるかなと、はい、一般的に使うよって方ですと、はい、5人乗りになってくる。そして下側はこのとってもレーザーですけど、はい、そしてこの下側、はい、こんな感じで少しだけ収納があって、そうですね、はいはい、エマージェンシーキット、はい、この辺が入っております、はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方がこれほぼ専用エンジンなんですね。そうですね、はい、で型式の方が N74B68A っていう V12、6.75 リッター、はい、で正確には 6749cc、はい、でこれがエンジンがファントムと、はい、あと新型ゴーストなんかに積まれてないエンジンということで、はい、で V12 ツインターボ、馬力の方が571馬力、はい、でもっとパワーが出てるあのブラックバッジもありますけど、そうですね、もう十分すぎるかなと。そうです、はい、でトルクの方が750ニュートンということで、はい、この重たい大きいボディもグイグイ、はい、引っ張っていけるようなそんな感じになっております、はい、そしてなんとトルクが1600回転でマックストルクらしいですよ。はい、だからもうアクセルちょっと踏んだら、ね、もうほぼマックストルクということで、はい、もうどこからでも加速できる、はい、でこの四角いボディで、はい、あのこれだけ重たいのになんとマックス250キロという感じで、あのもちろん日本じゃ出すとこないですけど、はい、こんな感じのエンジンになっていて、でこれに組み合わせのミッションの方が波速オートマということで、はい、まあ、一般的なものになってくると思うんですけど、はい、これもなんか型番調べたらカリナ専用 の、はい、のパーツになってくるので、まあ、乗り味なんかもかなり影響すると思いますので、はい、この辺この後乗ってみたいと思います、はい、続いてトーカルへ見てみたいと思います。お願いします。さあ突然ですが問題です、はい、ででんこの社名カリナン、はい、このカリナンはどこから来てるでしょうか。はい、え、答えていいんですか。はい、ダイヤモンド、なん最大級のダイヤモンドの名前。え、正解、はい、そうですよね。約100年以上前に発見された世界最大級のダイヤモンドから来ております、はい、カリナンダイヤモンドから。カリナン、あれこんなんなんだっけカリナンあの恥ずかしながらあの乗り回したことはないので私、はい、私もないですね。あのお客様の車でちょっとその移動したりとかっていうのは、はい、あの何度かありますけど、はい、道にブーンって出てっていうのは今回初体験でございます。そうですね、はい、でカリナンこれあのプラットフォームはあの、はい、ファントムのプラットフォームということで、はい、オールアルミでしたっけ、うん、アルミですよね、はい、もうアルミのお化けです、はい、にもかかわらず3トン近い車重があるということ で、はい、もういかにとてつもないことをやってるのかっていうのが、はい、お分かりいただけるんじゃないかと思います、はい、わ、すごー、え、超静かなんだけど。静かですね。ただすごい SUV じゃないね。そうですねめっちゃ滑らか。はい、滑らかです。そして外の音が聞こえなくて怖い。そうです。あのなんていうの、街のさこう、はい、雑音というかがほぼ聞こえない。うん、そうですね。静粛性はやはりすごいですよね。めっちゃ高いね。はい、本当に車内のこれ会話しか聞こえないよ。そうですね。あれ本当にそこ車走ってましたっけっていうぐらい静か。静かです。そしてあと操作類が、はい、もうめちゃめちゃ滑らか。うん、
まあ、もちろんこういったシフトとか、はい、あのワイパー類なんかは、はい、まあ、BMW のものなんで、はい、そのまま質感ですけど、うん、このステアリングフィールとか、はい、もう全然あの BM と違う。そうですね、意外とそのステアリングが細いんですよね、うん、はい、確かにそこもなんか特徴的なのかな。だと細かいねスイッチとかこういう操作、はい、このエアコンのこういうのとか、はい、やっぱりベントレーとかと一緒でなんかすごいスムーズだし、適度な重さがあるの。あ、そうですね、そう、はい、ですね、はい、乗った感じでいくと、はい、まずステアリングフィールは、うんうんうん、レンジとかみたいな割とヌルヌル系のステアリングフィールです、はい、タイヤのなんかこう接地感が分かる感じかなと思ったら、はい、あの分かんないです。だ結構その乗り心地が良すぎてそのファントムとか怖い、はい、ゴーストとかも、はい、あの飛ばせないとかっていう方もいらっしゃいますけど、それすごくわかる気がします。よりなんかちょっとこのタイヤの位置が分かりづらいというか。そうですね。そしてですね、あの加速とかも半端じゃないトルクで車が前に出るんですけど、はい、全部こう穏やかというか、そうですね、極端なことをしない、させないっていう感じの。そうですね、まあ、電動のスタビで割と制御はされてるんだと思うんですけど、すっごいゆっくりこうロールしたりとか、そうですね、ブレーキングこのノーズダイブとかもすっごいゆっくりだけどする、はい、でブレーキは全然あの不安はないです、ないですね、はい、この車重でも、はい、結構アメ車全般ちょっと甘かったりとかありますよね、ありますけど、はい、全然そんな感じがない。最近結構国産車もなんかちょっとドイツ車乗った後とかだと、うん、もうちょっと聞いたらいいのになと思って。あ、思いますね、特に初期制動とか、はい、違いますからね。だその辺は全然不安はないです、はい、大きさ気になります？なります、なりますさすがにあの、はい、ボンマス、はい、スピリットオブエクスタシー長い遠いそうですね、でもファントムなんかより全然短いんだよね、うん、これね。そうですね、ファントムがいかに長いかだよね。そうですね、超上質、はい、これすれ違えないところで前から来たらもう100譲ります、ね、はい、譲りますね、はい、これいいね。この音もさ、このなんていうの、エンジンの音もさ、はい、排気音じゃなくてほぼなんかエンジンのこの音というか、そうですね、すごいこう整ってる12の音が本当にわずかに聞こえるんだよね、グワ、うん、っていう。そしてマジでね、こっちの車線の車の音が何も聞こえない聞こえないですね、聞こえない、全然聞こえないですね。ただ割と車、本当さっきも言ったけど、はい、スクエアだし、はい、そのスピリットオブエクスタシーもついてるし、はい、このミラーも言ったらなんかちょっと、うんうんうん、ちょい出さなちょっと形じゃん、ミラーもでそれがすごい似合ってるし、うん、見やすい。そうですね、ミラーもそんなめちゃくちゃでかいわけじゃないんだけど、はい、ここの生えてるところがいいのと、そうですね、隙間があるんで、そミラーとの間でこう視認性も高いですよね。高い、はい、後ろどう、ちょっと後ろの快適具合を。そうですね、藤本会長、快適具合何伝えていいか分かんないぐらい、とりあえず機能を全部使ってくださいもうそれぐらい快適です、はい、申し分はないので。じゃあ僕はステアリングヒーターとシートヒーターを全開します、はい、そうですね、リアモニターもあって。シートはそれリクライニングどこぐらいまでいけるの？リクライニングは、まあ、逆にまあ倒し起こしてあげると、まあ、結構寝ていけるまでいける、はい、で今倒すと、もうそうですね、結構深くいくのでもう全然、今全開、はい、かなり倒れてます。あ、すごいね、寝れますね、本当に寝れる、この斜めといいますか高さにはなってますね。え、当然それメモリもついてるんだよね。あ、メモリついてます。じゃあ一発でそれもできちゃう、はい、合わせたりできますので。ね、ステアリングヒーターはね、レンジ並みに速い熱いぐらいですかこのハンドルが細いからかめっちゃ速い。電話だ。でリアのそのエンターテインメントは、はい、どこまでできるの？ナビ表示と、あ、ナビ表示もできますし、メディア表示と、まあ、そうですね、同じ前と同じ、テレビ関係も映し出しは一緒なので、
ただあのファントムみたいにそのヘッドホンがついてたりとかっていうわけでは、はい、あそうですねないんだよね。ないですね。そうですね。ただジャックはあるので、この車にはついてないですけども、じゃあ刺せば、はい、使えるということです。これちょっと足すごいわ。今あの橋のつなげ目の段差超えたっすけど、はい、他の車で体験したことのない車の動き、全然あの後ろ乗ってると気にならないぐらいでしょ。ちょ分かんないぐらいだよね。そうですね、橋だったんだっていう。多分だけどこれね、エアサスのそのセッティングもあるけど、はい、その車の重さがすごく効いてる感じがする、はいはい、なんかうまくいなしてるというよりかは、うん、なんかもうちょっとその物理的になんか車の動きがすごいゆっくりというか、なんかすっごいうまく制御してるっていうよりかは、うん、もう本当に重たいからそんなに動かないみたいな。そうですね。じゃあ藤本先輩、はい、ダメなとこ言ってください。ダメなところ、はい、まあ、この車で言えばさっきもありましたけど、マッサージが後ろあればなっていう希望ですね。希望ですね。個人的な希望、はい、ですね。いや、ダメなところを探すのがちょっと難しいぐらい。だからデカさかな、やっぱり。ああ、車両で言えばそうですね、うん、今ちょっと後ろの席で考えてたんですけど、まあ、デカさ、サイズ感ですね、まあ、長さっていうとこですかね。なるほど、はい、5メーター30、5メーター30、そうですね、はい、5メーター30じゃちょっと長いかなっていう感じはします。ちょっと踏切も今、あ、これ信号だから止まらない。大丈夫です、止まらなくて大丈夫だ。ああ、足がこう結構早く動くときとかは、はい、なんかちょっとその制御を感じるんですけど、うんうんうん、でも本当に足だけ動いて車動いてない感じが、うん、え、これすごいな、結構ね、車線変更クイックだよ。そうです、ね、え、めっちゃ曲がる車。こんな曲がるの、仮なんて。動きが独特ですね。あの、こう頭が入ってくんじゃなくて、こう水平移動するね、車。やっぱり 4WS めっちゃ効いてる。タイヤだね、タイヤ変えたいね。そうですね、タイヤは。タイヤ、今最新のなんかコンフォートタイヤを履きたいです。あと個人的にはこれノーマルで乗ってもいいけど、はい、まあ、ちょっと触りたいかな、うん、って思います。なんかこれが一応出た年の、発表された年の2018年式ということで。そうですね。で、翌年2019年にブラックバッジが発表になってるんですよね。はい、もう出たての仮なんですね。ではちょっと小回りを。あ、めっちゃ曲がるよこれ。そうですね。なんかね、こう大きい車独特の、はい、ちょっとこのよいしょっていう感じがない、うん、ないですね。本当にもうワンサイズちっちゃい車ぐらいのその回答性というか、うん、車の動きの良さを感じます、はい、本当にすごい回答性というか車が向きが変わる、うん、ブレーキめっちゃ効く。ブレーキ効きますね。効く。これでもね、人気が出るのが分かるな、なんか。いいですね。前の車の声が聞こえる。あ、ほんとだね。確かに前の車、これだからさ、救急車とかさ、緊急車両とかさ、聞こえなくない？そうですよね。ちょっと待って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 、怖い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 。今葛飾区のだってなんか放送しながら走ってたよね。そうですそうです、防犯の車ですよね。でしかも今一瞬避けてくれたってことはこれ、はい、狩りなんだか避けてくれたかもしれないです。何もしてないよ別に、煽ってもないし。してないです。別にあの車なんか用事があって止まったんじゃないよね。自主的に止まってくれたよね。あの葛飾区の皆さんもすみません、本当に何もしてないんです、本当にすみません。防犯の車です。区の多分パトロールの車だと思うんですけど。パトロールだね、ゆっくりしてるだけです、はい、ちょっとマジで本当にびっくりしたんだけど。今そうですね、何も聞こえなかったね。いやだから本当にさ、はい、まあ、もちろんパトカーとかさ、うん、救急車とかもっと音大きいから、はい、あの、まあ、聞こえないってことはないんだろうけど、うん、
でも車内でこれ音楽とか聞いちゃってたら聞こえないよね。聞こえないですね。そうですね。だってさっきの区のパトロールの放送がさ、はい、隣通り過ぎる場合聞こえなかったないです、はい、だって今も言ってるけどだってかすかにしか聞こえないもん、ね、これ開けたら聞こえるの。いやいや、はい、いや聞こえる、普通に聞こえる、はい、聞こえる、流れてますね。いやだからやっぱりこれさ、歩道でちょっと呼ばれたぐらいじゃ聞こえないよね。聞こえないですね。そうですね。橋本くんなんて言われても絶対聞こえないよ聞こえない自信がある俺。そうですね。いいな。ちょっとでもアメタンまではいかないにしてもちょっとマンソリーのホイール履いたりとか。うん、そうですね、うん、本当に少しだけローダウンとマンソリーのだと外の樹脂パーツを個人的にはなんか触るんだったら一緒に塗りたいかなっていう、うん、はい、このボディカラーなんでメッキパーツのブラックアウトとかは多分全然いらないと思うんですけど、そうですね、まあもちろんその好みでやってもいいと思うんですけど、はい、樹脂パーツを黒く塗るだけでも高級感が違うかなっていう。さっきカメラマンも言ってましたけど BMW はグロスブラックにするのにロールスしないんですねって、はい、まあ、確かにそう言われるとそうだなっていう。え、本当にさ路面の細かい凹凸ぐらいじゃ分からないね、うん、これ。あと割とステアリングがこうヌルヌルなんですけど、うんうん、あのすっごい優秀だと思うのは、はい、こうセンターが分からない感じではないのね。そう、あんまりこうヌルヌルのステアリングすぎてちょっと、はい、どっちちゃんとタイヤが向いてるか分かんないみたいな、うん、そういう感じじゃないのね。迷わないです、ね、迷わない、だからちゃんとまっすぐ走っていける。で別にその修正だというか別になんか細かくやる必要もないし、はい、で今回あの私パーツリストもあの、はい、カリナンの、はい、見たんですけど、はい、結構専用品ね。ありますね。そう、まあ途中の紹介でも BMW なんて結構言わせてもらいましたけど、はい、あのまあ、作ってるのは BMW がパーツ作ってるんで、はい、まあ、およそいろんなパーツが流用されてるんだろうなっていう、イメージでパーツリスト見たんですけど、はい、結構ねカリナン専用。専用ですよね。少ないですよね。そう、足回りのねその、はい、ナックルとかも専用だし、はい、アームも専用だし、下側のアクセルサポートとかももちろん専用だし、あのね兼用されててもね、はい、ほぼファントムと兼用、アッパーアームがファントムと兼用かな。そう、だからその辺の車種でほとんどこう専用で作られてるっていう、まあ、そもそもエンジンが新型のゴーストとファントムとこれにしか積まれてないっていうエンジンなんで、だからもう割とこう、まあ、ベントレーもそうだけど、はい、いやワーゲンでしょって中身言われたりするけど、やっぱりもう専用で作ってるだけあって全然違う、別格ですね。すごいこれは。でも知ってます藤本くん、あのもうこれ消滅するかもしれないですよ。ああ、ちょっと前の記事ですけど、はい、やっぱり2030年が、はい、ちょっと大きなターニングポイントというか30年問題、はいはい、でカリナンは一応何年か前の記事ですけど、はい、2030年以降は作らない、うーん、だ出たとしても別の車になる、はい、ということで、まあ、最近どうも生産終了になっちゃいましたからね、はい、新型ゴーストが出たから新型ドーン出るんかなと思ったら出なかったという、はい、まあ、その辺のちょっと細かいその政治の問題とはとうとう分かんないですけど、はい、ただ今ホームページ見ても、はい、スペクター、うんうん、EV の、はい、あれ推しがすごいという。あ、やっぱそうなんですね。でカリナンのコンフィギュを使いたいのに、はい、スペクターどうですかみたいのがまず出てくるっていうスペクターとりあえず見てみませんかみたいなページが出てくる。軽油ですね。だまあでも高級車とその EV ってすごく相性いいと思うから、うん、そうですね、まあ、ちょっと12が長くなっちゃうのは寂しい気がしますけど、はい、だからもうここあと数年で、はい、まあ、違う車というか方向の方に方向転換するんじゃないかって言われてるんで、この辺乗っとくのも今じゃないかなっていう。そうですね、乗るなら今ですね。
いやいい車だ。じゃあ藤本先輩点数つけてもらっていいですか。点数ですか、はい、別に深い意味がないです。深い、はい、意味がないんであれば90じゃないですかね。それマイナス10点は、まあ、長さと、あ、まあ、あとはどうしても価格的なものとで、ね、でも逆に、まあ、今っていうのもあると思うんですけど、はい、割とその価格維持してるっていうのは、はい、まあ、乗りやすいんですよね。乗ってる方とか、はいはい、に関してはかなりいいんじゃないかなって。そうですね。だぶっちゃけドイツ御三家の、はい、フラグシップの SUV って言っても、はい、まあ、もちろんその買って手放す時は、はい、まあ、多少こう価格が下がってる、下がりますっていうのが一般的じゃないですか、はい、だからそこから考えると、うん、脅威の価格維持率でもあるし、そうですね、うん、だとやっぱりその世界的に流通してる車っていうのは、はい、割とその辺のメリットもあるんじゃないかなっていうのを感じます、うん、いやいい車だ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後になりますけれども、はい、いい車でしたね、はい。そしてこういったいい車も買い取りもお任せいただけると。はい、で最近あの動画でちょっとざわざわしまして、はい、今割とチャンスかなと。そうですね、はい、まあ、乗り換えなんか検討されている方は、はい、まあ、一刻も早く、はい、まあ、当てはまらない車種もあると思うんですけど、はい、まあ、全体的に相場が落ち着いてきているということなの で、 そ、 で、ね、まあ、その辺のご相談もいただけましたら、はい、まあ、乗り換えのご提案なんかもさせていただけると思いますので、ぜひぜひご相談ください、はい、というわけで今回はロールスロイスカリナンをご紹介させていただきました、はい、車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。